おはようございます。第1課はじめまして。バイバイ。佐藤さん。はい、おはようございます。おはようございます。佐藤さん、こちらはマリアさんです。はじめまして、マリアです。アメリカから来ました。どうぞよろしくお願いします。佐藤圭君です。どうぞよろしく。はい、おはようございます。第2課ほんの気持ちです。バイ。はい、どなたですか？ビキニチリのサントスです。はい、こんにちは、サントスです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これほんの気持ちです。どうも、何ですか？これチョコレートです。どうぞ。どうも、ありがとうございます。おはようございます。第3課これをください。バイバイ。日本の本はどこですか？地下1階でございます。どうも。すみません、その本を見せてください。はい、どうぞ。これは日本のですか？はい、日本のです。いくらですか？2500円です。じゃあこれをください。はい。おはようございます。第4課、そちらは何時から何時までですか？はい、約1の石田です。大和美術館の電話を、番号をお願いします。大和美術館ですね。かしこまりました。花火上がれんば。お問い合わせの番号は0797-38-532です。すみません、そちらは何時から何時までですか？9時から4時までです。休みは何曜日ですか？月曜日です。どうもありがとうございました。おはよう皆さん、第5課甲子園へ行きます。バイバイ。すみません。はい、東京までいくらですか？300円です。300円ですね。ありがとうございます。どういたしまして。すみません、東京は何番でですか？5番線です。どうも。この電車は東京へ行きますか？いいえ、次の福州ですよ。そうですか。どうも。どうも。ございます。ダルロクタ一緒に行けませんか？バイ。おはよう皆さん。おはよう。何ですか？明日どうもダチと英語を見ます。ですね。どこへ行きますか？ KCC です。何時ですか？10時です。 KCC で会いましょう。じゃあまた明日。第7課ごめんください。さよなら。ごめんください。
いらっしゃい、どうぞお上がりください。失礼します。どうぞ。ありがとうございます。水はいかがですか？ありがとうございます。どうぞ。いただきます。この時は素敵ですね。ええー、会社の人にもらいました。ヨーロシパ旅行大宮城です。第8課、そろそろ失礼します。バイバイ。まださんは、もう日本の生活に慣れましたか？ええ、毎日とても楽しいです。そうですか、サントさん。お仕事はですか？そうですね。忙しいが面白いです。コーヒーもいかがですか？いいえ、結構です。ああ、もう8時ですね。そろそろ失礼します。そうですか。今日はどうもありがとうございました。いいえ、またいらっしゃってください。バイバイ。バイバイ。第9課、前年です。バイ。もしもし、ミラです。ああ、ミラさん、バンバンは元気ですか？元気です。木村さん、小沢先生のコンサート一緒にいかがですか？いいですね。いつですか？来週金曜日の晩です。金曜日ですか？金曜日の晩はちょっとダメですか？いい、友達と約束がありますから。そうですか、残念ですね。いい、また今度お願いします。大丈夫か？ちぎそうはありませんか？バイバイ。すみません、ゆのや、外は？みんな外ですか？あそこに白ビルがあります。あのビルの中ですか？そうですか。どうもすみません。いえ。あの施設はありますか？はい。右の奥にスパイスコーナーがあります。チリソースは知りたか2段目です。わかります。どうも。第11課、これお願いします。さよなら。天気ですね。お出かけですか？4月土曜日に今日まで。そうですか。いつでいつしゃい、いつでまいります。いつでまいります。これ即達でお願いします。はい、あ、オーストラリアですね。370円です。それからこの荷物もお願いします。船便ですか？航空便ですか？船便はいくらですか？500円です。どのくらいかかきますか？じゃあ、船便でお願いします。大ジュニカ、お祭りはどうでしたか？さよなら。ただいま。すみません。これ、ことのお土産です。どうもすみません。とても面白い発想です。よく祭りは、京都の祭りで一茶に
海のためね。外ですか？写真を撮りましょうか。いい。背景前にご覧いただきました。すごいで、すごいですね。いい。どうも、ちょっと疲れました。第13課、別々にお願いします。もう12時ですよ。ヒロガの旅に行きませんか？ええ。どこに行きますか？そうですね。今日は匂い料理が食べたいですね。じゃあ、するやね。行きましょう。おはようございます。ご注文は？天ぷらでしょうか。私は塩丼。はい。天ぷらでしょうか。牛丼です。少々お待ちください。おはようございます。1580円です。ございます。すみません、別々にお願いします。はい。天ぷら定食は980円、牛丼は700円です。は